高校生の溶接技術日本一を決める溶接甲子園が今日新居浜市で開かれ、高校生たちが日頃鍛えた技術を競い合いました。新居浜市で開かれた全国選抜高校生溶接技術競技会、通称溶接甲子園には19の都道府県から30校37人が出場しました。競技は被覆アーク溶接と炭酸ガスアーク溶接の2つの部門に分かれて、厚さ9ミリの鉄板2枚を溶接するもので、選手たちは保護面や溶接用の手袋をつけて学校の実習などで磨いた高い技術を披露。表面の仕上がりや内部の溶け込み具合などが審査されました。日本溶接協会によりますと、高校生の溶接技術のレベルは年々上がっているということです。